まるセリフいただきましたね。そして、今回なんですけれども、はい、ちょっとその昨今のですね情勢を鑑みまして、はい、握手しないで、うん、一例で始めていくという新しいスタイルでやっております。そうですね、よろしくお願いします。それもしょうがないというところですね、はい。さあこちらキャラクター選択画面になりました、うん。さあ孫選手の方はキャミーを選択しているか、はい、カーソルはそこにあっている、うん。ライフルフード選手はレインボーミカと。そうですね、今回フードはちょっと裏ではポイズンも練習しているという話もちょっと聞いているんですけれども、はい。まあ、どちらにせよこのキャミーは有利に戦えるということでこのキャミーを選択したんでしょう。さあこの7試合選手という中で、まあ、どういった形でこの両者戦っていくか、まずは様子見から始まるかとは思いますが、さあちょっとこのフードの V スキル悩んでますか。そうですね、さあ両者レディー、いよいよ始まるトパンガチャンピオンシップオフライン本戦リーグ、マゴキャミー対フードミカ、いってみましょう。お願いします。ということでフードは V スキル2気合い注入を選択してきました。この気合い注入は、まあ、いわゆる、まあ、当て身返し技スキルになっているんですけども、はい、この、まあ、キャミーの上からの攻めキャノンストライクを絡めた上からの攻めに対して、この当て身の気合い注入であれば一応返しやすい、はい、というところを考えての選択だと思います。上からの対策です、はい。さあファーストヒットはフードと見せて、さあ孫も前に来る。さあ花子さん、はい、今回キャミーがかなり、まあ、評価が高いというか、はい、強いという風な声はよく聞くんですが、はい、そのあたりどうなんですかね。そうですね、というも、まあ、強いというのは相対的に評価されたなという印象がありまして、やっぱりその今シーズン5で強いってキャラに対して、結構キャミー戦えるというのがまず一つあると思います。相対的に強いと、まあ この組み合わせに関してはもともとやっぱりミカがその対空から攻めるのが、まあ、強いキャラだったにもかかわらず、キャミーにはその対空がしづらいっていうのがあの難しいポイントなんですよね。おっとこれは透かしている。さあフードの反撃から孫が逆にしっかりと刈り取った形。第1ラウンドは孫のキャミー最後しっかり EX ギリギリゲージたまらなかったくて難しい場面だったんですけど、EX にしてダメージを上げることで倒しきりましたね。素晴らしい判断だと思います。さすがのゲージ管理、そして倒しきりの判断。さあ孫はラウンドを取った。ポイントになるのはですね、今回まあ PC 版、これはまあチャンピオンシップずっと PC 版でやってきているんですけれども、はい、若干ながらこの操作のですね、まあこのあれですね、入力の遅延が下がっていると、はい、まあ、平均1フレームぐらいは、低減されていることから、このキャミーの確認がちょっとできあの楽になっているというのは、キャミーに対しては味方してるんじゃないかなと思います。確かに、ここもレインボーミサイルをしっかり大キックで撃ち落として、ただ、さあここからフードの反撃の時間、さあトリガーはある、ここでトリガーを引いて、ゲージもマックスだぞ、何を仕掛ける、ウェッベクリーから投げでフォローして、さあスタンが近い、ガーリリミカでスタンして。ゲージはマックスだ、はい、しっかり使って倒しきっていく。ラッドリーピーチお見事。フードはそのスタンさせた後に V スキルを使ったんですけども、はい、これも完全に手癖ですね。本来であればマイクで歌うことで投げの火力を上げるというところで、もうスタンさせたら必ず V スキルを入力するようにしているんでしょうね。そのあたりの手癖、試合注入、これがまだ見られてはいないが、そう勝負中盤で前に出てフードが押し返した形というのも、その孫がやっぱり攻めるのではなく、はい、その攻めてくるフードを対処していく、例えばハメドロップにタッチ強キックを合わせるですとか、はい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 、そういうところで勝っていますからね。そこを起点にして今このように画面端のいい攻めを継続していく、はい、上これはガードになった。フードはしっかりとガードを固めて残り少ない体力を守りながら、逆転の糸口はどこにあるか。ピーチからこれは打撃当たっている。次は何が来る、打撃から攻めを継続、孫はしっかりガードを固めているが、上からこれはいいですね。なでしこリリー当たっているぞ。次は何が来る、打てた。さあここで様子見、一旦下がってミサイル距離を取っていた。お見事、冷静沈着。孫のキャミーがまずは1試合、いやあの大きい攻め本当に致命的な場面だったんですけれども、はい、読み勝ちましたね孫が。お見事ですね、はい。さあこの7試合選手という勝利条件の中で、はい、まあ、早く1勝したいというのは気持ち的にもあるでしょう。まずその1勝を取っていったのは孫のキャミー。さあこのマイステップに大盤が噛み合っていた。フード側からこう攻め込んでいくっていう展開で、そこに対して孫がうまく、まあ、カウンターというかダッシュを止めたりですとか、そうですね、というところで、ダメージを取っています。フードが前に出てイーディーからかなり画面を押していった。
サル。さ、結構画面端も徹底して V リバーサルで、うん、そこはもっと強いキャミーの強いところでして、 V リバーサル使うことで位置を入れ替えることができますからね。そしてこのドロップキック、これに対して距離をうまく取っている間を取れているというべきか。さあ、もう相打ちながら、なでしこ、これは深かった。さあ、魔法がしっかりとパパンで返してラウンド。さあ、花子さん、これちょっとここまでの数ラウンド見た限りでは、はいはい、孫キャミーがかなりもうペースを握っているんじゃないかという。そうですね、まあ、フードが結構いろんな攻め手を、はい、まあ、この7試合選手という長いスパンですから、いろんな攻めをまず最初にやってみようっていうところもあるかもしれませんが、まあ、その攻めを全部孫が丁寧にこう対処しているという展開が続いています。確かに長期戦の中で、さあ、これは差し返しに行ったが間に合わず、さあ、ガードしてしっかり投げを取る。上、うわ、これはめくりの形になっていた。今回ちょっとこのしゃがみ以下のしゃがみ中盤地がやはりその自分の後頭部の判定がですね小さくなっていますので、落としづらかったですね。さあ、これで2対0、孫が好発進。フード側も結構いろんなちょっとその、まあ、意識の高い動きをしているんですが、ちょっとそれがミスになってしまっているという感じでしょうか。ただそこ噛み合えば、そのやってること自体はそのしっかり対処、孫の動きに対処する動きをできていると思うので、はい、ただちょっとストライクがまだ数回ですが、うん、綺麗に刺さってしまう場面が、そうですね、やっぱりこれはミカにとっては嫌な動きですからね。おっと、バックステップ追っていった。はい、いわゆるバックステップに対してジャックキックのターゲットコンボに EXG で、入れておくというテクニックです。さすがのフード、抜け目はなし。ただしゃがみ大パンチで画面端から大ダメージとともに抜けて入れ替えに成功、マゴキャミ。さあ、ここまではかなり試合を掌握しつつある。この間合い取りも含めてうまい強化スパイクなので発生3フレームということで、通常のドロップキックへの反撃になりました。さあ、ここも投げを誘われていた。さあ、またもややな時間交錯する。さあ、うまく、さあ、これはシューティングピーチからなでしこ、おっと、足が出なかったか、これは出ずか。さあ、どうする、最後の一発届かなかった。フードがまだ前に出るか、画面端が近い。しかし長い足、下段が刺さって、またもや孫。さあ、接戦をうまく取れているという孫に対してフードはあと一押しという。そうですね、まあ、基本やっぱり序盤中盤がかなり孫ペースですので、はい、追いかけるフードとしては、まあ、ちょっと強気な選択肢をせざるを得ないというところはありますよね。さあ、ここは着地をしっかりとレインボー台風ジャイアントスイングで取ったが、ここも差し返しの形は孫大気が通っている。しっかりしゃがみやられ確認の最大ダメージの連続からです。素晴らしい。そう、しかもゲージ溜まってますよ。あーっと、漏れたぞ、漏れてしまった。フードの大きなチャンスになる。これ大チャンスですよ。さあ、ロープで入れ替えて表からブリバに確定するよ。確定して上から後ろ、おお、さあ、ワンチャンスを見逃さず。さあ、あれだけ攻撃食らったんですが、ゲージを全て入ってしまったので、魔法キャミーのゲージは1本溜まっていないという。そうですね、まあ、そろそろまあ溜まりそうな感じではありますが、はい、とはいえこのミカというキャラクターがやっぱりゲージを持っていたときに能動的に使うのはちょっと難しいキャラですので、はい、これですね、こういう使い方になりますね。ジャックキック、ターゲットコンボに仕込んでおくことでバックステップされたときに、自動的に出るという。ですね、それだけにあのレインボーミサイル、はい、さあ、ドロップキックをガードさせるだけでもかなり期待値は高いというところ、うん、さあ、上から来る、しっかりガードする。さあ、トリガー中は孫キャミー、フードはどうする、画面端から端はあまり継続したくないので早く逃げたいところ。さあ、地上の差し合い、うん、かなり序盤から噛み合っている両者で送らせ攻撃。さあ、これどうする、ゲージはあったが使わず投げて、これで圏内になった。フードはどうする、両ゲージマックス、 V トリガーもありますし CA バットリピーチもある状態です。それだけに孫もちょっと距離を取って、さあ、切り裂くような前ステップ。さあ、ここも差し返す、懐に呼び込んで刈り取った形、これで 3-0。 いや、孫の動きはいいですね。これはちょっとフードとしては早く一つ目の星をつかみたいところですよね。ここでステージセレクトへ、はい、まあ、いいタイミングのステージセレクトなんじゃないですか、フードからしたら。確かに時間を取って落ち着きたいというと、おっと、これキャラクター変更、ポイズンしてきましたね、はい、今練習していると聞いております。このポイズン
結構フード選手気に入ってるみたいですよね、ポジションね。まあそのミカよりも、まあ、対応型のバーディーとかにもうちょっと近いのかなと、はいはいはい、リーチの長さを生かして中遠距離で、まあ、リードを奪って相手を動かしてそこにさらにカウントを取っていくみたいなキャラなんですが、ただ通常技対空というところもありまして、やっぱりちょっとこのキャンミー戦、はい、キャノンストライクを対処するのはちょっと難しいというのはありそうです。空中軌道変化のさばき方、そのあたりフードはどうしてくるか。そして無敵技があるわけではないので、やっぱりそのキャミーに端に追い詰めるときに、まあ、一方的に攻められてしまうというところもあると思います。端には行きたくない、行かないようにしなければいけないが、さあここはうまく馬はヒット確認トリガーから、ダイレクリーダーはフードのポイズンとなっているが、うまい差し返し、差し返す、さあ距離を取りたいんですが、ここでまとわりつきに前に出るのは魔王のキャミ。ポイズンの V トリガー1発動中にですね、何か当たるとですね、とんでもない火力が出ます。2ゲージあれば400のダメージを与えられるので、すげえてる、すげえですね。さあ今も引っかかっただけですが、かなり減っていた。ただこれ魔王のゲージ溜まるんですよね。そうですね、となるとちょっとフードも打てる技がかなり減ります。細かく隙のないタッチショーキックか、ヒールの先で小突くというような。さあしっかりとラウンドを取っていた。さあフードポイズンにスイッチして、少し流れを変えられたか、この試合を取りたいところ。さあ孫のキャミンは地上からのプレッシャーをかけながら、上からどこから仕掛けるかという、そんなところか、これは出ず。さあフードはレイドを使って、やっとこれも差し返しの形になった。さあ画面端に地獄の時間がやってきた。フリーバーサルですね、しっかりと返して上、おお、無理には対空せずガードして、その後の駆け引き、画面端はそうなるか、しかしうまく差し込んだ、ねじ込んだ。おっとコパン暴れ、ギリギリ V トリが溜まっていなかったんです。これ溜まりましたね、これ溜まりましたね。ただ強化ストライクあるのでちょっと対空が難しい。ガードして、うまい、いやうまい。さあ逆にキャノンスパイクを出して、またこれでですね、あの孫のクリックラスがありますから、はい、そうですね、下手に動くと、ちょっとあの構えに出しても出された時に間に合ってしまう場合がありますからね。上から使っていく。さあゲージを使っていった。あ、当たった、おカクテル当たってしまった。そして捕まえた。さあフード、これで待望の一つ目の星、これで3対1。いや、このキャラ変更かなり効きましたね。キャラ変更して1試合目を取った。これはちょっといいペースで試合を進めていた孫としても嫌な感覚はあるでしょう。あとフードがですね、キャラクターセレクトに戻った後にほとんど間を置かずにポイズンを選択したので、はいはいはい、多分その孫がポイズン対策どうするんだっけみたいなのを考える間もなく試合に移ったのも大きなポイントだったかなと。なるほど。ここからやっぱりその組み合わせ的にはキャミーの戦いやすいかなと思える組み合わせですので、はいはい、孫がそのポイズン戦こうやればいいやってなってきた時にどうするかですよね。それまでにしっかりと稼ぎたいんですが、このラウンドはもう一気に前に出続けてラウンドを取った孫のキャミー。そうですね、先ほどのようにじりじり地上でプレッシャーをかけるというのもありますが、はい、このようにもう積極的にガンガン行くのも嫌ですよね、ポイズンとしては。こういう動きをされた時にやっぱりそのポイズンガードとしては立ち着パンチが3フレームで早いというところ以外にそのキャミー戦守りやすいところがあまりないですので引いてしまっていますよね。このストライク EX が当たったが中止、うまくねじ込んで、これが表、さあセットプレーで伸ばしてきた。パンチも高い、こちらナイスガード、ナイスガード、これが今回シーズン5のポイズンの一つ変更点、はい、EX ラブミテンダーが中段になっています。かなり早いですよね、実戦で来ると、はい、おっとこれはテンダー繋がってしっかりヒールまで、よくガードしましたよね、マグワの場面で。あの初回のラブミテンダーってかなり通りやすい技なので、一発目でしたからね、まあ、V リバーサルに入ったとはいえという感じでしょうか。警戒できていた。さあしかし孫のキャミーがじりじりとプレッシャーをかけて画面端、多少被弾してももうここまで来ればという割り切りはあるでしょう。ストライクから裏にいる、しっかり見えているフード。さあどうする、なんとか画面端は逃げて中央でダメージを稼ぎたい。リーチを使って長いリーチを生かしてというところ。これ構えすぎてもですよね、アロー等がアローなどでありますよね。さあしかし横から無理やりこじ開けるか、孫、いや上、これはです、噛み合った。さあまたもや
レイドを買っていく、てる、そしてあったまりすぎだあっつ熱、そして投げ。さあポイズンといえばこの投げもかなり強力な印象ありますが、はい、そうですね、間合いがちょっと広いというのがありますよね、はい、あとはその一つ前で見せた、まあ、V トリガー、はい、ポイズンカクテルを使ったコンボなんですけども、V トリガー発動でコンボ性かかってるにもかかわらず、その、まあ、いわゆる火炎瓶の燃焼効果のおかげ、はい、コンボ性のかからない1ダメージかけるアルファというそのダメージの出方のせいですごいダメージが出ていましたね。あれ もう本当に それこそ発動を絡めずに生で当たったら、あのコンボの ダメージだけで400減ってプラスその燃焼ダメージが入るので実質300、430ぐらい減ってるんじゃないかというようなコンボになってるんですが、 CA を絡めたコンボぐらい減りですよね、はい、2ゲージ出てしまいます。さあおっとこれはうまく誘った形。さあだんだんフードが試合のさあペースを握り始めている。ムチが当たる、面白いように。さあ孫の体力が溶けていく。さあしっかりと倒しきりまで。いやこれはちょっとフードがペース握ってますね。孫もその、まあ、どう攻め込んだものかというところで、ですね、そうですね、中遠距離戦での選択肢がちょっとそのうまくいっていないというか、本当にフードに得するような動きになってしまってますからね。ポイズンの深淵、そこに孫を引きずり込んでいるか。かなりいい形になってきたフードのポイズン。さあポイズンにチェンジしてから2連勝あ来ました、うん、さあ来た。ゲージが満タンの時にですね、あの上の強の、はい、ハートレイド対空になるんですが、これにクリックラスを仕込んでおくと、はい、まあ、基本地上の相手に当たらないので勝手に CA がいけるという、当たった時だけ発動してくれる、はい、非常にいい動きになります。さあしかし孫がうまく強化ストライクから、いや大きなダメージ取りに行ったところ、うん、しかしフードは冷静に5番を押して、さあこれでフードは3連勝3-3。いやちょっとあれですよね、 EX レイドの後等の状況でも投げをうまく誘われていたので、孫さんとしては嫌な感じ。そうですね、ポイズンはその火力は本当立ち強パンチ絡めた動きの火力はかなり出ますからね。そしてしゃがみ大パンチ、非常に長い下段が、まあ、連続して当たるような場面も見られて、はい、あれもキャミンにはちょっと打ちづらいっていうのがあるんですけど、そのうまく打っていて、むしろあれの技の打ち方で孫を焦らせてミスを誘って、そこをさらにダメージに変えていくってことがフードできてますね。なのでさ、試合を動かしているのはこのフードのポイズン、そしてこのムチ、非常に長いリーチを使って孫を翻弄している。上も見えている。さあ孫はもう一度うまく近づく流れを作りたいんですが、完全に上っしっかりガードするが、その後うまく崩した。さあこのチャンスを生かしたいのは孫キャミ、画面足を追い詰めて試合を終わらせるぐらいのつもりでいたいところですよね。さあこのようにムチは大振り、うまく上が噛み合えばフルコン入ります。さあそして画面端、まだやめくり、あこれでひっくり返るか、危ないぞ画面端、打撃が当たったらおやばい、あーいい飛び。さあ勇気のジャンプ、そうなんですね、ムチに合わせるための勇気の前ジャンプも必要、うん、さあここはもうゲージを全て使っていた序盤。さあこの 3-3 という状況は、うん、この1試合ちょっと大きそうですね。そうですね、しかも今流れフードにありますよね、はい、それをここでまず断ち切れるかどうか、ここでちょっとそのままちょっと行くようですと苦しくなるのかなと。そうですね、さあ勝利条件は7試合選手なので、さあいわゆる4つ目の星、折り返しの星をどちらが取るかというところ。さあ体力リーダーフードのポイズン、取り直し強化ストライクうまく当てて、さあ CA もあるのでまだまだチャンスある、うん、あと2チャンスというところでしょう。そうですね、しかし下しっかりフードが止めていく。ゲージ状況は引き継いで3-2、孫優勢。さあこのラウンド、この試合をどちらが取るか、大きな分かれ道になりそうな予感。フードがやっぱり画面足にあまり行っていないのがかなりポイントになってそうですね。そうですね、うまく中央で立ち回ってこのようにその早い段階でこう入れ替える動きっていうのをしっかりしているので、孫がもうワンチャンスで画面足のところには行けていません。そうですね、そし
で孫が少しフードのこの無知の動きを見るようになってきている。さあ構えから一発タイミング、いやうまい、これも入れ替えになってるんですよね。つまり橋を背負わずに戦える動きになっているんです。さあここはうまく差し返しの形。さあラインが上がって画面端が近づいた、これチャンスですよ。さあトリガーをもう発動していく、投げを一つ打撃、あーっとしかしこれ危ないぞ、ゲージもマックスだ、勝ってるから使っていきますね、ゲイド。そしてさあこれがどこまで減るか、最後にうわーまだ残る。さあトリガーはまだある、とりあえず火炎瓶がありますね。そうですね、1本両者トリガー中という非常に危険な状況、打ってた。さあこれはフードしてやったりか。さあ構えるもしくは無知を動かすというような動きであれば、そうですね、この強化ローの速さで、差し込めたかなとは思うんですが、そこをあえて匂わせてガードに徹したフード。さあこれで4つ目の星はフード4連勝。さあポイズンピックが大当たり、しかもやっぱりその画面足にいってないっていうのが大きなポイントになっています。そうなんですよ、ここも押し返す。さあ相当な圧力のあるこの孫キャミ、差し返しも非常に鋭いんですが、えっ、なるほど、早めの V リバーサル、そうですね、 V リバーサル使って、さあ後ろに下がって投げを誘っている、ラインも上がる、ダメージも入る。さあゲージはトリガーを使って、さあ相打ち、入れ替えますね、入れ替えますね、徹底して入れ替えていく。さあここもくぐって入れ替える、とにかく走りはいかないようないい動き。さあそして空対空も狙っているか。さあ入れ替えてから V リバーサル、そして投げ、素晴らしい判断レイド、この後は強い。さあポイズンの前、どうする、魔法知恵はもう少しで溜まる、溜まりますがどう使うかですね。そうですね、フードの方にももうすぐ溜まるというところ。さあトリガーゲージももう溜まりそうなので我慢してガードするか。魔法はここでトリガーを発動して後に削りをされてしまう可能性もありますから、そうなんですよね、選択かなり難しい状況になっています。しかも時間がもうない、もう行くしかないでしょうか。さあこれはトリガー発動、これで V リバーサルがないので削りが確定してしまう状況が増える。投げて取らないでしょうね、きたー、やる、気合い一発、残り時間5秒の攻防、あの受け身取らないところまでは多分両者合意のもとで、最後はまあ、投げに来るところをフードは読んだんですが、孫はうまく下がりしたと。さあ孫キャミ、今のプレーで流れを返すことはできるか、非常にいいプレーになった。接戦からの最後の投げ誘い、いやこのワイパーにしっかりと中の天打を仕込んでいるの見事ですね。そうですね、さあスタンチが溜まっていたのでリバーサルでこれで回復と、はい、今のも地味に EX 天打の中段と下段の2択になっているというところがありますね。やっとここも中足から発動成功。さあカクテルで温めてから、さあまたこのスキルを使った連携、さあ下が燃えている、燃えてる燃えてる、熱い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 、さあなんとか距離を取って体力リード、ね、ー表から綺麗に入った、変わってしまいました。さあこれはゲージがある、孫が返す流れ、両者譲らず4対4、なんとか返しましたね。いや、ハメゴさん、これかなりもつれましたね、はい、この両者の対決。ようやくちょっとその孫がポイズン戦でどう攻め込んでいくかというところが、まあ、ちょっと考えがまとまりつつあるのかなと。試合中にこのフードのポイズン、はい、その動きに対しての対応、さあ間に合ったか孫キャミ。これが9試合目です。9試合、気づけばすぐにもう10試合が近い。さあ中足確認している。さあ一転して孫は強気に前に出る、一気にスタン、この形になってしまうとやはりポイズンは守りは3フレームの立ち役マッチを使うしかないという感じですから、非常に対処が難しいですね。さあここまでの鬱憤を晴らすかのような魔王の攻め、まあ、ここまでそのフードはああいうならないようなその画面上での戦いがうまくできていたんですが、まあ、やっぱり完璧にやり続けるというのは難しいですね。キャミガもいろんな接近手段ありますから、ある種の爆弾処理のような非常に精密性の高い選択行動、ストライクがいいところで出るようになってました、ね、ますね。そうですね、サマートレードの後、あーなるほど、後ろ投げ、さあこれは対戦金、さあここはブチが
連発して当たる、またもやノーマルというか生でレイドを出していった。あれを使うことで一応 V リバースを誘うっていうところもあるんですが、はいはい、孫は耐えていましたね。それによってこの V トリガーを発動することができました。だが引っかかったぞ、勝ってるから振りたすぎる下では燃えてますからね。燃焼ダメージを与えながら、まあ、あの EX のアバントラインのダメージを与えられるというのが、まあ、今のコンボがなぜ減るかという理由になっています。そこは前から、しかし後ろ投げはフード。さあ4対4、また拮抗となった。この拮抗どちらが崩すか、少しずつではあるが、この7試合の勝利条件、ゴールは見え始めてきている両者の対決。うわーっと、これ神谷さん、でかい。ただあ、入れ替わりましたね。入れ替わってしまった。さあフードにもまだチャンスは十分ある。その距離が難しかった。ガードして、ガードして、さあコパンで割り込んだ。これは出てしまった、見逃さない。残りますかね。さあどうなる。975です。まだ十分残って、攻め継続、よく投げを抜けた。さあこれでフードが両ゲージ待つ。あるよ。さあワンタッチから遠かった。難しい。今 CA は入るんですが、それでダメージが足りないと考えて足首パンチに行きました。距離が遠かった。さあカクテル1本投げたが2本目、上にいた。いやー、孫がまたもや先行、5対4。難しい場面が多かったですね、フード側としては。まあ、孫としてもその強化アローの時に、はい、あれで判断としては画面足に到達して入れ替わらないっていう判断だったんですけど、ちょっと足りなかったみたいな場面もありましたし、はい、少し難しい場面の多い9試合目でした。そして9試合目終わったことで、このステージセルトにまた、戻ります。そしてこのタイミングで、さあキャラ選択もできたんですが、さあキャミー、そしてポイズンは変わらず、うん、フードガンもその内容的に悪いわけではないですからね。ミカエルはその、まあ、戦えているというか、そうですね、勝てているように見えますので、4連勝の流れもあった、うん、いやーマジか、落ちない。綺麗に刺さってしまった。さあ風は孫に吹き始めたか。ここまでの勝利数は5対4、孫優勢。上はしっかり落とす、あのアッパーが非常に強い。うまっ。さあ5パン落とし、うまく体育技を使い分けて近寄られないようにフード動けてます。そうですね。さあここは無知を執拗に振って孫を誘うかのような動きにも見えるが、さあ孫はここでトリガー発動、生発動になった。重足発動、ここは重足発動。さあまたもやこの水カクテル、うおーっと後ろにいたところ、うん、さあトリガーで強化を2つ当てて、このダメージ体力差、状況的にはかなり孫は有利になるでしょうね。というのもクリティカルアーツがたまれば、さまざまなの反撃に、はい、このクロスフィンガーサップ使えますからね。非常に発生の速い技なので、大ぶりな隙の大きい技には反撃確定となる。フードはだから、そうなるとちょっと出せる技がかなり、あー、いやー、しかし気合いのタッチキック、後ろに下がるが投げが間に合ってる。あ、これは削りがあるぞ。削り剣ない、一気に貫いた。さあ判断良かったですね。まあ、EX、ハートレード、中のハートレードガードしたときにポイズンが有利になるんですが、そこでフードは、まあ、無敵技を警戒した後ろ下がりをしたんですけれども、孫はそれを読み切っての最速投げ、投げアバーですね、これをすることで、はい、まあ、ダメージに変えて、あとは削りで倒せる状況を作ったと。見事でした。さすがでした。さあここはアロ、さあ先端当てでこれがヒットしている。さあ若干展開が早くなる場面もまた増えてきたが、このあと強気に暴れていく。さあ精神的優位を取っているか孫キャミ。あー、しかし前に出てこじ開けたのはフード。さあまたもや来て目カクテル連携、いやーまた崩す、痛いぞ、ゲージを使って、いやー減りすぎだ、減る、本当にもう想像以上に減りますね。そうですね。キャミーも今回その、はい、体力とスタンチが向上して、はい、ただ925になったんですけども、まあ、それでもやっぱり柔らかいキャラということで、非常に減ってるように見えますね。いやー、しかし上2発。さあ効果的ないいダメージで、まあ、このトリガーの圧はかかってるでしょう。しかしそれでも前に飛ぶ。飛び方が結構、まあ、噛み合わせが良くなってきましたかね。そうですね。いや上。さあこれは入れ替わってトリガー発動、落として得するした、怖っ、両者ゲージはマックス、怖い怖い怖い。さ
どうする、孫は下がり、孫はかなりクリティカルアートで終わらせられる状況があるんですよね。さあ中心からうまい、うん、さあしっかりこれを狙っていたクロスティングアサルトまで、さあこれで孫がついに6個目の星リーチをかけた。さあここに来てハメコさん、うん、4連敗からの孫キャミー2連勝、はい、どう見ますか。うん、飛び方っていうのが多分一つキーになったのかなと、はい、これまでその負けている試合っていうのはあまりうまく飛べなかったのが多かったと思うんですが、うん、まあ、結構その、まあ、心決めて飛んでいくっていうところが、あのハートレイドやしゃがみ込まれて噛み合うシーンも結構多くて、ムチを振ってる時に飛べてること多いですよね、うん、単純にやっぱりその通常技を空振りした時に飛ばれていたらポイズンを落とすのがすごく難しいので、そこがチャンスになると。さあここも孫の攻めがうまく噛み合っているか、右バスを使わざるを得ませんでした。うん、さあストライクから後ろよく見えていた。さあ空対空、フードもまだ諦めていない。リーチはかかってしまったが、リーチもありますからね、うまく、あーストライクテイク。さあこれが当たって孫がついにあと1ラウンド。さあかなり星が偏った、ここまでの両者3、4、3ですからね、はい。そしてウルガアローがここに来る。さあ踏み込みも深くなってきた。アローガーちゃんこの画面足に追い詰められればもう何でもいいですからね。そうですね、割り切りすらも感じさせる、はい、ガンガンと削って、うまい、 V スキルで入れ替える、カートレールで入れ替えましたね、賢い、ね。さあ、あとは黙らない、お互いゲージが3本です。そうですね、危険な状況、ウルガもあるがうまく暴れている。あードイールからゲージを1本、ね、ここでマウは発動、リーチはかかっているぞ、暴れている、耐えましたね。ただもう1回あるんです、粘るか、うまい、しっかりと反撃を見ている。最後のおまけまでまだフードは終わらない。ここからフードとしては、はい、粘ってこのラウンドを取って、そこからの3連勝が必要。さあデュースになるか。そうですね、デュースまで2つ2連勝すれば、はい、デュースではあるんですが、流れはまだ若干やっぱり孫側がいいペースな感じがしますね。そうですね、早い裏回りからの攻め。さあ体力差がついている。どうする、この V トリガーをうまくダメージにつなげることができればというところだが、うまい、きた、さあ差し返しのような形。さあ燃やしながらめちゃくちゃ減ったぞ。さあもう一本ある火炎瓶、どっから投げるか。ただこれで孫も V トリガー止まったんですが、さあこれはまた減る、止まらない、どうだ、あ無理やりこじ開けた、クードは終わらない、これで6対5、なんとか耐えました。最後もかなり難しいアバントラインでゲージがギリギリ3本たまらなかったシーンでどうなるかと思ったんですが、まあ、攻め込みましたね、打撃を重ねるという選択でちょっと腹をくくって、もう勝つためにこじ開けた、ねじ込んだというような場面が見られた。さあ孫はリーチをかけてから1つ取られて、フードがここを取ればデュースに持ち込む。さあ孫が勝てばそのまま勝利。両者ここが勝負どころ、今まで以上に気合を入れて一つ一つの判断をしたいところ。投げている、 いい投げです。さあフードポイントここまで そんなに投げてないような印象なんですか。確かに、まあ、基本的にやっぱり孫側が接近戦の戦いを展開することが多かったですからね。そうですね、フードはそこを迎撃しながらダメージ変えていくという展開が多かったので、まあ、攻めて崩していくというシーンがそもそもあんまりなかったという感じでしょうか。勝負どころでの投げ、これも意識していきたいところだが、うまく、さあ歩きながら崩して、画面端、ここはキャミーの時間、撃、お残ったぞ、残っている、残っている、危ないぞ、耐えた、うー、鍛えている、すぎる、この攻め、くっ、耐えた、気合い、トリガー発動、中キック、やや足が速かった、これでまたもやリーチは孫、さあ、魚群を背負って、初勝利なるか。打撃、さあフードはそれをさせないか、かなり切ってる、スタンチもある、おお歩き下段。さあこれでさ
このゲージで浮き攻め重心。いやまさかのパーフェクト。まだ終わらない、全然終わらす気がない。さあその手で仕留めると言い放ったフード、リーチをかけられてパーフェクト。果たして今両者の精神的はどちらにあるのか。その面端がポイントですよ。そうですね、ここ、はい、おお、クラッシュカウンター届かない。今回の裏に行った。そうですね、ラインを上げることには成功した。えっ、うわー、くぐっている。V スキルで入れ替える。やばいですね、先ほどから見られ始めたあの動き。えっ、うっそ、浮いて、だがいい飛び。さあ孫も完全に割り切っているかのよう。あー差し込んだ。おっと高めを狙いきましたね。高め見乗らず、うえっ、強化ストライク入って孫にはゲージがある。使わない。次のワンチャンス危なすぎる。使わせて使う、まだ行くの。おフードはカクテルがまだ残っている。あ使わない、ゲージをまだ使わない。2つ目、熱い熱い。デュースです、デュース成功。ポイズンウィン。さあなんと初戦からデュース初戦からやばいことになっている。さあキャラクター、そしてステージセレクトに両者戻りました、はい、ここからは2勝の差をつけた側が勝利、はい、もしくは先に10試合取った方が勝利となります。いやハメ子さん最初まさかのですね。さあ星の動きを見てみると3-4-3-2という、うん、偏りが見られる。そうですね、3連勝近くお互い必ずしているということで考えるとここはフードは勝つんですかね。そうですね、今の流れだとここはフードは勝つと。ただどうですかね、内容的には、まあ、結構フードの接近戦の読み勝ちが増えてきたのかなという、はいはい、とはやはり立ち回りの部分では、まあ、孫側が、まあ、うまく寄れている部分もありますし、ポイズンがむしろ火力で勝ってるって感じがしますね。確かに火力は非常にいい形で孫キャミの体力を奪っている。さあユーツレイド、さあ投げは抜けて、さあストライク割のレイドも結構ね、はい、当たる場面も増えてきましたよね。読み勝ちというやつですね、はい、さあ体力差かなりついた孫には苦しいラウンドになった。上読み勝っていきます、読み勝ちですね、完全な読み勝ちですね。あれが当たるとやっぱり精神的優位はフードに行きますよね。当たれば当たるほどそろそろ飛びたいんでしょと置いてあるところに飛んでくるという形。さあしかしこれは今度は孫のチャンス、うまく V リバーサルも投げている。さあ単性化のような、今度は孫は猛攻を仕掛けるが、あーもう一度誘っている。後ろ投げを警戒して投げ抜き押してしまいましたね。ここでギアが上がったぞ。さあ何一つフードにも CA が溜まりそうな状況、トリガーも溜まりそうな状況。あーあー大丈夫から、さあ CA に行った。この925というダンプ体力、さあ925は耐えられるりますからの、ただまだトリガーがある、そして遠距離になる。ここドツラック、ここで無知下から。さあフードがこれでアドバンテージ、わからないやっぱり連勝しましたね、両者の対決。3連勝、孫はこれも負けられないリーチです。フードやばいですね、この上の星の数でいくとフードがもう一つ重ねる、確かに未来が予言されてはいるんですが、まあ、パターンはそうなんですが、運命をねじ曲げることはできるか、自ら勝利をつかめるか。ここまで6-7、フード優勢。大パンうまく割り込んだ、これは孫チャンスですよ。うまい。さあプレッシャーをかけて投げを誘ってからのこの動き、上からスタンまで、あかなり俺はさすがに今苦しいか、発動して、おいや上ですね。ただやっぱりああいうアワイヤーの場面から2回引っかかったら相当まずいことになりますからね、うん、そうですね、ゲージをやっぱりフードは立ち回りであまり EX ハートレードに使っていないので、まあ、溜まった状態で V トリガー発動できているというのはかなりポイントになっていると思いますよ。確かに非常にそのあたりのゲージ運用もさすが上。さあ綺麗に飛びがまたもや通り始めている。おお前ジャンプから
さあ入れ替えには成功した。フードのポイズン、アゴはゲージがありますですね。いや、ここから切り裂くか。フードは距離を取る。え、打撃ヒット確認バッチリ、打撃。さあ画面端もついてくる。さあここそしてフードは発動するが、ゲージ3本です。で、マゴは距離を取る。体力差があれ、後ろ。さあガード間に合った、空対空。これで孫も浮いてるからたまにしたよ。あ、燃えてる。キセメ、キセメ打撃タク。すごいすごいすごい、白白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 、熱い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 、前に出るか。うお、トリガー発動、バックステしてよー、マジかよ。取った、クードの執念、気合の一発。燃やし続けたのはかなり効きましたね。効きましたね、終盤の追い上げ、白ゲージからの燃焼ダメージ、これがあったおかげで、まあこのラブハリケーンで倒しきれたという点はあるでしょうから、はい、届いたと。さあしかし孫はさあ全く手を緩めず、横からの、そして上からのプレッシャー。ただ、さあこれカバドイールの入れ替えがやばいですね、ちょっと効いてますね。スキル入れ替えがこの割り切った上からの攻めに対してかなり機能している。普通にストライク打たれた場合に多分食らってしまうと思うんですが、はい、読み勝ってるんですよね、フードが。そうですね、またもや中足刺さっているぞ、リーチはかかっているぞ。アドバンテージはフード、打っていく。孫がここは粘るところ、後ろ投げ一つ入ってデュースに戻せるか。あ、抜けられない、あと一発。うわー、フードが投げる、ひっくり返る。何かある、ゲージガイド燃やしていって、あー、投げの外。ここはもうしょうがないですね、あの場面は投げ抜けするか否かという、しかもここまでめくりからの後ろ投げっていうのを2回食らってしまっていますので、あそこもフードとしてはああいう場面で孫は結構タチキョウキックでダメージ重視してくる場面も多いんですけども、それを読んだ投げ抜けしないが結構裏目に出てしまったので最後は抜けたんですが、最後は孫の後ろ下がりでした。でしたね。さあこれで7対7、もうずれますね。さあ予言を覆して孫がまたもやリーツ、いけてますね、カートウィールが聞いてます。これ多少の被弾はいいですからね、入れ替えることが何より重要。さあ本日これがまだ一組み合わせ目、クラッシュまた高め近いので、いいダメージになった。さあマゴにはもうトリガーが使える状況、カードの上から投げれず、上怖いところ、体力リードはフードのポイズン、ポイッシュ。さあ投げはうまく抜けていた、そあいち。さあプレッシャーかかるぞ、入る差あるんですが、この画面足はかなり効くと思います。そうですね、そしてこれで CA が溜まった、あえて投げ、次は上から来る、ウィリバ。いやこれどうなるか、フードの CA があるんです。そうですね、止めないでしょこれ、お互い CA がある、かなりいろいろ見なければいけない、止めないよ。でも相手の危ない、下手な無知は、あ、よく落とした。下手な無知にはむしろキャミーの CA が確定しますからね。そうなんですよね、残り時間は17秒、ガードからうーん完璧、これが確定。さあ緊張感のある終盤だったが、さあ次の8個目の星、どちらが取るかという勝負。そうなんですよね、まあ本当にキャミーの振り方があればしゃがみ強パンチを封印できるというのが、はい、この組み合わせの一つまた厳しいところ出ましたね。ここで出ましたね、うん、それを見逃さなかった、しっかりと当てていった孫もさすが。さあストライク、ただ EX レイドが当たって抜ける。さあタイムリードフードのポイズン、中遠距離でのダメージはまだ取れている、まだまだ分からないが、飛び一発入るとかなりのダメージになる。何よりもやはり横押しですね。おっ、少し燃やしてから使っていく、全部使っていく、残りますか。ラブハリケーンはちょっと技の状況あまり良くないんですよね。遠距離になる、はい、まだ火炎瓶もう一本燃やしていくと、さあ V トリガーはありますよ。そうですね、マゴニアトリガーがあれ、うまくねじ込んだ。さあこれで CA が溜まれば、しかも V ゲージもないので V リバーサルできないんですよ。そうですね、これで V リバーサルができるようになった。あ、後ろにいる、やっちまったー、マジかと。フードもちょっと今つぶやいていました、背中から殴られた形。これで 8-7、 マゴアドバンテージ。今のはもうその投げを食らった溜まった V ゲージを V リバーサルで入って仕切り直してどうするかということを、はい、
っとフードも考えていたと思うんですけれども、ちょっと入力早すぎて逆側に出てしまいましたね。あの強化ストライクに対してはちょっと遅らせないと逆に出せないので、このあたりはやはりその、まあ、実装して間もないポイズンというピック、このあたりの連動、またやっぱプレッシャーがちょっとかかったでしょうね、今の場面は。確かに大きなプレッシャーが乗っていた。さあしかしもうミスとも言えないミスが勝負を決する。さあ孫がかなり勢いに乗っている。スタンさせずに、さあVリバーサルを食らったのでスタンチは下がるが、おーおー追いついてきました。追いついてきたぞ。そうですよね、これ何かヒットしたら、そうですね、ゲージ止まりましたね。止まりましたよ。となるとこれむしろフードの削りがありますよ。ああ誘った誘った。お見事、一瞬構えて誘うと、確かにあれも当たれば孫の勝ち筋でしたからね、果敢に狙うっていうのはうなずけるところですよね。両者には計り知れない想像絶するプレッシャーがかかっているでしょう。デュースになってからアドバンテージ孫という状況。スターミスター、これは入れ替えからかなり痛いぞ。スターミスターやばい、投げ間合いが広い、終わらせるための補正切り。これでまたもやデュース88に今のもうスタンまで持ち込むことはできたんですけれども、はい、結局倒しきれないので、まあ、いわゆるそのスタン間際で追い詰めておいて投げと大胸に2択を仕掛けるという読み合いの回数を減らすような感じでしたね。さすがですね。さあハメコさん、はい、初戦からついにもう10試合選手10先か、はい、ついに10先なんだよな、やっぱり長期戦といえば長期戦の花ですからね、10先は頂上が見えちゃいましたね。さあてっぺんは10試合選手です。なので、9対8、9対9になってももうデュースはなく、はい、先に10試合取った方が勝ちというルールになります。さあうまく画面端しのぎたいところ、さばきたいところはフードのポイズン。ここで崩れるかどうかでも本当全て決まってる感じがしますね。そうですね、画面端でダメージが出ているときは孫勝つのか、これあのゲームオーバー痛すぎる。大パンからスタートすると420ぐらい、はい、多分減るのでこれはやばいです。イメージとは思えない減りっすね。最大ですね今の本当に。さあ両者の対決は10試合選手、ここまでもつれた。ただどちらが今優勢とも言えない、両者いいプレーが出ている。うえ、いい飛び、今や若干の間を置いてから技のタイミングと同時に飛ぶ。まあ、この飛びがいい飛びですね、またまたも野菜渡る、使わない普段から、うん、素早く上から切り裂いた。ミッションコンプファイナルラウンド、やはり画面端でダメージ取れてるときは孫が優勢になり、そして守れて、そして位置を入れ替えられてるときはフードが勝つっていうような、本当そういう感じの展開になってますかね。わかりやすい。おっと、ダイヤシからの V スキルで入れ替えというこの動き、あのキャンセルのカートウィールもポイズンに慣れてないと結構止められなくて、フードが私反撃されても入れ替えられればいいやのつもりで多分やっているので、ここまで温めたのはかなり良かったですね。このダイヤシうまく当たってましたが、非常に画面端から脱出する動きが豊富。少し試合のペースが下がってきた。入れ替えて投げは抜けている。空対空フードのペース、うまい。さあこれはどうだ、結構減ってるぞ、届かない。怖い、ここはしゃがみ強パンチに CA を食らってもいいんじゃないでしょうか。そうですね、だがやばいぞ、コーヒーのもらってもいいんですが暴れていく。さあこの画面端は一気にワンタンキルがある。ガード打てた、ナイスガードフード、これでここの爪の押し。さあリーチを先にかけたと言っていいのか、もう完全なリーチがフード。孫は2連勝しないといけない。さあもつれにもつれた。フードは2連勝の後この9つ目の星を取ったというところ。ここは序盤フードのポイズンがダメージを与える流れ。さあ再三上からも飛びを食らってるんですが、はい、やっぱり大パンとは打っていかなければ勝てない組み合わせと読み合いにしていますよね。で今その読み合いに勝ちましたね、飛ばせて
ショッキングヒルで落とすという展開がありました。下段長い中足はケアしながら、ただここは孫の飛びが鋭い、一気にチャンスです。これは難しい。さあスタンチもかさんでいる。フードは気合いのフィリバサルするしかない。そしてしのぎどころではありますが、ただゲージ溜まりましたよ。これ溜まってます。当たる技によっては終わらせられるんじゃないでしょうか。ね、あの上に振るムチは終わらせるムチそうですね、致命的な、はい、今日ハートレードになってる。時間が残り35秒というところで、マコとしてはどうでしょうかね。丁寧にやっていくか、どうしますか、何を思うか。横から来た。しかしこれは距離があった勝負の一手。さあこれでフードがこの長い両者の戦いに終止を打てるかというリーチ。あと1ラウンド見事でしたね、フード。さあ孫は粘れるか、やれるか。ここから2連勝。技打ちのバランス、おお、いい飛び。技打ちのバランス、その良さも切り裂いていくか。抜ける。これは出ず。そうだな、ダメージからは脱出させないか。打撃でかい、まとめ打撃からの投げ、ツヤが来る。サクルにはトリガーがある状況、しかし投げていく、打撃策しっかり、まあ、こうなるとやっぱり V リバーサルすると逆転できないので、そうですね、まあ、攻めをこう孫を浴びせかけることができましたね。やっぱりこのラウンドごとに両者のこの滑り出しによってもう一気にそのラウンドの運命が決まってしまうかのような、キャミーがやっぱりそういうところちょっとありますよね。端に追い詰められた時の強さというところがありますから。これです、かなり圧倒するんですよね。ああ、入れ替わったぞ。入れ替わって、さあトリガーがあるフード、十分な前を取る。これ九死に一生得たみたいな入れ替わりだと思いますよ今のは。上いい飛び、またもや切り裂いて、さあ CA ゲージも溜まってきたが、画面端があれば関係なしか。まだ終わらないか9対9。もつれにもつれてましたね。いや、地獄の長期戦とはよく言ったものは。さあもう18試合両者終えてますすごい時間経ってますかね。もう経ってますね、あの1時間経ってます、1時間経ってますね。ニコントファンがチャンピオンシップ決勝リーグの初戦が始まってから、なんならワンチャン2組合わせ分ぐらいの試合数消化してますからね、はい。さあただ両者はこの1試合、この1試合に全てをかける。このウィジンをフードがくじくか、それともフードを生贄にウィジンを飾るか。孫歩きが結構増えてきましたね。飛び結構さ、いいところで孫の飛びが下がっているので、ね、ちょっとその歩けるようになりましたね孫は。今度はそれがこの画面足の結果に結びつきました。上を警戒すれば横が手薄になる。そこを歩いて詰める。画面足、ただフードが少し開けて体力リーダー、フードのポイズン、投げ抜ける、抜ける、おお、気合の投げ抜け、打撃タク使わない。またもや両者の CA ゲージが溜まっている。くぐって、くぐらせない、後ろ上げ、危ない、投げ着地上げ、削りもあるが後ろにいる。これはもうやるしかない、削りもある。さあ熱いが、熱いが我慢、投げを一つ打ってった。これは削りですね、ガードさせれば削り込み、はい、クロスインガサルトでっていうところでもう攻めるしかなかったですよね。フード側もそうですね、ちょっと前が離れただけでもかなり苦しい場面になっていたので、もう覚悟のトリガー発動と、いうところはあった。さあこれでリーチはバゴキャミ、刻んで後ろでかい、あと一発スタンがあるときたさあシーソーゲームのように、ここはフード超優勢、ただわからないぞ、入れ替わります。下がってコパン近い、おー無理やり引っ張りたいな恐ろしい。さあ孫対フード、フルラウンドフルセット、ゲージも3本とかに溜まってるという、もう完全なフルフルですね。さあこの両者の長い長い歴史、因縁を象徴するかのような一進一退の攻防、最終ラウンドまで到達。
とする。うわここはフードは、いや投げている。次キャザを警戒しましたね。むしろフードはどうする。大陸リーダー若干フード、ただまだ全然わからない。腰上げている。でかい橋が近い。さあそして橋になる魔法の大チャンス。うわ表から使わない。そしてブリバサルガードしている。さあ投げさせには乗らないが、クラッシュだ。高めだった。これはガード間に合っている。ブリバ白ゲージがあるぞ。しかし両者に CA ゲージがある。となるとちょっとどんな結末が待っている。手を出しづらいが、どうする。何を狙っている。前に出るかフード。苦しい。息が詰まる。フードはもうやっぱシャウィンキューパンチが 出せないので攻めるしかないんですよね。そうですよね。時間ももうない。さあ勝てる選択肢を散りばめながら飛ぶジャンプ。あばーストライク。我慢の末に針穴を通した。孫対フード接戦の末勝ったのは孫。いや激戦でしたねこれは。超激戦笑っちゃうぐらいの。いやそうですね。いやでもなんでしょう、このトファンがチャンピオンシップ、はい、決勝